と、自分がどんな日に。こんばんは、アレクシペトでコーチやってます。集中は結構大事ですね。どうしては集中は大事かというと、もう大体ちょっと最初はその集中を何のためを使えばいいかってちょっと挙げたいと思います。ちょっと最近なんですけれども、結構数多くの人はもうあのなんか何をやりながら何々をする、あのムルティタスキングですね。2つの行動を同時にすること、まあこれはどちらかというと自分のまあ集中力が散ってしまうんで、散ってしまいます。まあその集中力は散ってしまいますからこそ、あまり自分が本当にあのそこでも中途半端と中途半端になりますので、その中途半端をどうやってまあなしにするかというと、いつも一つのものに集中するだけです。どうやって一つのものだけを集中するかというと、まあ瞑想とかですね。もう瞑想をちゃんとやったら結構集中力もつけるでしょう。毎日ベースでやったら結構集中力もつけます。または集中といったら、まあ、例えば最近のオンラインマーケティングとかやってる人は、まあ、例えば今ブログやるんで明日はもう YouTube と、あとはなんかインスタとか、あっちそっちこっちあっちをやったらもうこっちも働かないもうできないというのは、結構そこで諦めちゃう人が多いんです。ですのでその集中なんですけれども、結構鍵のは貫くです。物事を貫ける、貫けない限りにはいくら集中してもまあそれは無駄になります。だからもう一つのあの策略を取って、もうそのストラテジーを取って、でそれをずっと貫ける。例えばあのアフィリエイトマーケティングだったらずっとアフィリエイトマーケティングをするんで、例えば YouTube するなら YouTube をずっとするんで、例えばあのブログとかするブログをずっとするんで、まあまたはもうなんかドロップシッピングですね。ドロップシッピングやったらそれもずっとやってるということで、それをまあそのやるの期間なんですけれども、人によっては違います。いつはその突破になりますかというと、人によって違います。そして自分の、まあ、最初はまあ何が一番集中すべきかというと、自分がどんな位置にあるかって、どんな人に自分の力を注ぎたいか、これをちょっとわからなければ、まあ、いくら集中してもその集中は無駄になります。無駄になります。そしていくら貫けば、もう具体的な人にその自分の集中をもっと強くしないと、そこでずっとポイントしないと、もう狙わないとやっぱり無駄になります。だから自分の集中は無駄になれないように、最初は自分のどんな人にそれを、まあ、どんな人相、どの客層に注ぎたいかって最初決まってください。それを決まったらそこにサービスを提供することですね。だから集中は大事ですけれども、その集中のファンデーションは集中ではなくて、あくまで自分が何をしたいかを決めて、誰にそんな力を注ぎたいを決
決めることです。それをしない限りには集中は無駄になります。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら高評価のボタンをお願いいたします。またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら登録もお願いいたします。さらにあの種が入ってるなんですけれども、こういうの変ですけれども、でそこでその鐘を押したりするとあのノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにどんな動画を上げたりいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども、下のコーナーでご記入をお願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって